はい、3月7日木曜日ですかね、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一となり、1億円近く投資をしておりました世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間洋先生です。バイナリーオプションというのはもう本当に難しいですね。FX も難しいですね。本当に投資難しいですね。で今半間洋先生が、稼げる方法というのはね、2点だけとなっております。たった2点だけで、それもね、方法としては自分の力でね稼ぐしかない。そのままシグナルは出てもそのまま通してては完全に負けます。で、ある程度のアドバイスのインジケーターですね、2つ見てですね、稼げる方法ということになってます。1つは、関連線のある通貨国を2つから選択して、投資する方法ですね、逆に動く方向、比例して動く通貨ペアですね。それと私の作ったインジケーターで勝率が 50% ぐらいの、ね、実際はね 50% ぐらいの勝率のインジケーターですね。で、そのシグナルが1日50個ぐらい来ますから、その中から選んで、勝率 80% 以上に 60% 以上にね、実際に勝てるシグナルだけ選んで投資するという方法ですね。その2点だけとなってます。で、これが2つの関係のあるインジケーターですね。今大きく差が開いてるんで、これこうだから、まあでもですけどね、これ下に買うといいんですよね。これね、あ、下がっちゃったな、これ、ね、これ上がった時に下がってこうやとかね、下に買うといいわけですね。これちょっとデモだからね、これ下に落っこちた、あ、もう遅いわ遅いわね。これデモ講座ですね。これ逆にね、比例してね、動くんで、これが上がったらこれを下に買うのね。で、勝てるわけですよね。ここだったんでこう落ちるわけなんですけど、まあそういう仕組みだね。これ逆に動くというね、関連性があるもの、こう動いたらこれがね下にこう落ちるってね。それでね、このユーロ USD をね、ね下に取引したわけですね。ちょっと手順が遅かったんだけどね、これはまぐれですね。まぐれで買ったんですけどね。こう来たら今度上上がるからね、気をつけないと。これ今度上行っちゃおうね。うん、まあ今偶然勝ちましたけども、これ下行ったら上行くんですね。でこれも下行ったら今度上行くんですよ。そういう反動が起きるんですね。そういういつでもないんです。これも 50% ぐらいなんです。 50% ぐらいのね、ことで当てにはならないですね。自分でそういうサイクルが来てるかっていうようなことを見て投資しないと勝てません。で、こちらがね、今のは1分足で、その相関係のね、通貨で見るやつと、あとこちらですね、大体1日50個ぐらいシグナルが来るんですよ。これボリンジャーバンドをね、突き抜けて、当たってね、シグナルが出てきます。単なるボリンジャーバンドね、文字が白文字になってるのは見つかったやつで、シグナルが出てきます。赤は見つかってないんですね。1日にね、50個以上取引があって、勝率が 55% 以上のものを見てるんですね。で、そのシグナルを見てます。で、実際は、
50%、55度も 50% 下回ります。ね、この通り打ったら、50% 下回りますのでね、このシグナルから自分でね、判断して投資するか、ね、調べるわけですね。そういう方法ですね。この2点の方法しか今浜岩先生稼ぐ方法はありません。分かりやすくてのはあるけども、このようにね、こちらの方ね、こう下がった時はね、今度ユーロ USD が上がるんですよ。これを打つんですね。これ逆にこう上がる、下下がったら上がるね、関係があるんですね。こう急に下がったでしょ。だから今度ユーロ USD にしまして、上にね、これ上がる可能性があるんですね。チャンスなんですね。時間が切れたらおしまいでね。ちょっとこうチャンスとかない。ね、これチャンスとかない。何言ってね、上がるはずなんだけどね、こう来てるから。遅れたらこう、バチバチってとこね。また下がっちゃった。これはね、困ったね。これは負けたんですね。ここに逆に比例するんだけども、今度。ユーロ USD だから、今度、これが下なんですね。このまた下なんで、これ。